日本本共産党の宮本徹です冒頭、この間の総理の感染対策についての責任についてお伺いしたいと思います。この間の総理の答弁聞いて大変驚いております。専門家の意見を聞きながら判断をしてきたとおっしゃってるわけですね。総理が対策の肝としている飲食店の営業時間短縮について、専門家の分科会が、感染拡大地域でさらなる時短が必要と提言したのは、 12月11日です。総理が実行したのは、1月8日です。対応が遅れる中、入院することもできず、命が失われる事態になっているわけであります。総理、なぜ専門家の分科会の皆さんの提言をすぐに実行しなかったんですか総理ですよ、総理の責任を聞いた、あなたは総理内閣総理大臣、菅義偉君。 あの当時は大阪、北海道からについては、えー、そうした時短というのもお行っておりました、また、あこれを実際に時空に移すのは、都道府県の知事からの要請があると、都道府県でやってもらうわけでありますから、そういう中で、えー、そこについてはやっておりましたし。 それから後に東京が入ったわけでありますけれども、当時は大阪と、大阪と札幌、宮本徹君。え、東京を含めてですね、やってなかったわけですよね、知事のせいにしちゃだめですよ、専門家の皆さんがやってくれということを言ったことについて、 なぜ総理がもっと積極的に乗り出してやろうとしなかったんですかと、この遅れの責任は認めなきゃだめですよ、もう1点お伺いします。感染拡大防止では、政治リーダーの科学的なリスクコミュニケーションが大変大事であります。ところが、総理は真逆のことをやられました。5人以上の会食をやめようと、政府が呼びかけているさなかに、多人数でステーキ会食をなさいました。 感染拡大防止の呼びかけが響かない状況を、総理自らが作り出したんじゃないですか内閣総理大臣、菅義偉君。そのことについて、私に大いに反省をいたしております宮本徹君。このことだけ反省するんじゃなくてですね、専門家の皆さんの提言をしっかり受け止めてすぐにやらなかった。ここも反省しない限りですね、 総理の言葉が国民にちゃんと届いていかないんですよ。反省をちゃんとしっかりする。そこをですねお願いしたいと思います。内閣総理大臣菅義偉君、私あの政府としてはあ,あの専門家委員会をはじめ、そして先生方から。 ああさまざまなご意見を伺う中で対策を講じてました。えー、東京と首都圏については、ああ東京については8時からあお願いをしたんですけども、当時は10時からの時短になってました。そういうことがあったということも事実であります。それと専門家つあのー、という話ありますけども。 何かこの緊急事態宣言というのは、これを発動しますと、極めて強力な手段であり、国民生活に大きな制約を課すものでありますから、政府としては最善の判断が求められるわけであります。ですから、皆さんの国会決議の中にも、専門的知見にを基づき、慎重に慎重に判断すべきということも、付帯決議の中に謳われています。 そしてまた、その付帯決議の中で、専門家に相談をして決めるようにということも含まれております。私どもそうしたことをいろんな方から相談をさせていただきながら、日々の感染状況を把握し、そういう中で私自身が責任を持って判断をさせていただきました宮本徹君。そういうね 都知事だけのせいにするような答弁するから、国民があなたが自らの責任をちゃんと分かってないんじゃないかというふうに思ってるわけですよ。都知事がすぐに応じられなかったのもっと、こんだけたくさんお金を積むからっていうことをです、ね、やれば済む話を、それを後手後手になったんじゃないんですか。 その上でですね、まあ、総理はです、ねまあ、やるべきことをやらずに、やってはならないことをやってきたわけですが、さらにやってはならないことをやろうとしております、感染対策の新たな罰則です。入院拒否は1年以下の懲役または100万以下の罰金、保健所の調査拒否、拒否答弁は50万以下の罰金、時短要請の拒否は50万以下の過料、自らの責任を棚に上げて、まあ、感染拡大は国民のせいだと言わんばかりの、 責任転嫁だとと言わなななければならないと思い思ます総理ね、今、入院したくてもできなくて自宅で亡くなる方がたくさんいらっしゃいます。今、政治がやるべきは、命を守るための病床の確保ですよ。そして、重症者の皆さんが優先してちゃんと入れる仕組みを作ることですよ。そして、自宅で療養されている方の命を守るための緊急の手立てですよ。そういうことをやらなきゃいけないときに、 入院拒否の罰則作りをしている場合ですか私全くトンチンカンだと思いますよだいたい今市中蔓延の状況であります感染したことに気づいていない無症状の人からも感染が広がるのがこの新型コロナでありますこんな中で極めて稀な入院拒否の方に罰則をつければ感染拡大防止の効果が上がるこんなエビデンスどこにあるんですか厚生労働大臣 田村のり君あの、まあ、もちろん協力を要請した上でです、ね、正当な理由がない場合にという話であるわけになってくるわけでありますが、あの基本的にまあ知事会といろんなご要望があったのも事実でございます。であの感染症法、まあ、近い法律で、えー、検疫法というのがあります。検疫法と同じような対応で、今回、このような形で、えー、まあ考えさせていただいております。 あの基本的にですね今、委員が言われた、今の現状で言いますと、ベッドが非常に埋まっている、実際問題、ベッドには比較的症状の重い方を中心に入っていただいておるという状況であります。こういういにですね このような形でというのはなかなか難しい、一方で、知事さんだからあのお話があったのは、まだ感染拡大していない時期、今もそういう地域ございます、大きく感染が拡大していない地域、現状も各都道府県にあります、そういうところにおいては、ベッドに余裕があって、まだ感染を市中に拡大させたくない、そういう方々がおられて、症状は比較的軽いんだけれども、そういう方々をまあ病院に入っていただく中において、なんとか感染を拡大を止めたいと。 こういう要請がある、そういう中においてです、ねえー、実行ある対策を組んでもらいたい、えー、こういうような法律を作っていただきたい、こういうようなお声があったものでありますから、県、ま、法、あ、と同じような形でのです、ね、罰則を今回、作らさせていただいているということであります宮本徹君、エビデンスがあるのかということをお伺いしましたけれども、一切示されませんでした。おお話話話ししあののは知知知事事事会会会だけけけですすと言いままどどど先ほた 持続化給付金の延長だって知事会言ってるのに、やらないじゃないですか、つまみ組みしてるだけじゃないですか。大体ですね、あのー、専門家の意見を聞きながらということをおっしゃいますけれども、分科会は罰則が必要だなんていう提言は出してないですよ。さらにですね、耳を傾けるべきは、私は現場の保健所だと思いますよ。保保健健所長さん保健師さんん師に お話、いろいろ伺いましたけれども、国民の理解と協力でこそ感染対策は進むんだと、罰則の導入は住民との信頼関係を損なう、感染拡大防止の仕事が阻害されると、口々におっしゃってます。ある保健所長さんは、罰則反対は現場の総意だとおっしゃっておられました。つつはは積極的疫学調査が阻害されます今は感染経路や濃厚接触者について 自分たちは公務務員で守秘義ががあるかららと説得ししながら懸命に聞き取りりをしております政府の法案では、調査に対して仮にその部分は答えられませんというと、調査拒否で罰金刑になります。こうなると、初めから警戒されて、覚えてません、忘れましたと、何もしゃべってもらえなくなるのではないかと、保健所長さんなどおっしゃっておられます。総理はこうした懸念、現場から聞いてらっしゃいますか、総理が聞いてるからだけです。 総理が聞いてるかだけです。厚生労働大臣。田村紀之君。あのいろんなお声はあられるんだというふうに思います。一方でですね。あのいろんな積極的外局調査をやっても。 正直なことが言ってもらえずですね、結果的に濃厚接触者がわからない、それによって感染が拡大してしまう恐れがある、こういうこともですね、各都道府県の知事さんがおっしゃっておられるわけでございまして、あの保健所の所長さんもいろんな多分全国的にはお声があるんだと思いますし、もちろん業務があの今の東京のような状況の中でですね、とてもではないですけれども、そのような形でですね、あのこと細かく聞けない、つまり優先順位をつけなければ、 あの対応できないといとう時期もありますしかしながら、一方、そのときもです、ね、積極的疫学調査をやってるわけでありまして、優先順位があってもやってるわけでありますから、その実効性というものをです、ね、しっかり確保するためにはです、ね、一定の実効性、これを担保するうような法律を欲しいというようなお声でございました。まあ、いずれにいたしましてもです、ね、これもまあ罰金刑という話、に刑事末になってまいります、あの国会の中でこれから法案審議になってまいりますから、与野党ともにいろんなご議論をいただければありがたいと思います。 宮本徹君罰則をつけたら正直に話してもらえるなんてね、保健所の現場の皆さん、そんなこと言ってないですからね、ちゃんとそこを聞いてくださいよ。二つ目、罰則を恐れるあまり、検査を隠す、検査を受けなくなり、かえって感染拡大防止の対策を阻害する、こういう話を伺いました。入院療養ができない事情がある人、あるいは行った場所を知られたくない方、あるいは知人に迷惑をかけたくないという方は、罰則を恐れ、 初めから検査を受けなくなる。診療を敬遠する。感染が地下に潜り、見えないところで広がっていく。こう指摘されております。総理が内閣参与に任命されたコロナ分科会の岡部先生にも意見を伺いました。罰則規定は感染の抑制効果もある程度あるかもしれませんが、感染が先行してしまうことが危惧されます。検査あるいは疫学調査はもともと捜査とは相入れないものであり、 その患およびその周辺の人々の利益になるようにしないといけないと思います、こうおっしゃっておられました。私、総理に聞いてますので、総理お答えいただきたいと思うんですけれども、今回の罰則について、当然、総理が任命された内閣参与の岡部先生の意見、聞かれましたよね厚生労働大臣。ちょっと総理の田村 大臣総理じゃないでしょうまずまず総理の認識を聞くんですよおかしいじゃないですかいつ田村大臣が答えたらはいあの総理に聞きます指名します総理が出上げました総理出上げましたので指名をいたきましたので簡潔にお答えしますけれども田村大臣が答えて私が答えたら総理に指名しますあのですね文化会等でですね あのいろんな声。 アドバイザーリーボード等でいろんなお声をお聞かせをいただいております。あの岡部先生がもと,もとですね、あのいろんな形で試験制限に対して非常に抑制的であるというようなこうことは私もあのお聞きをいたしております。あのいろんな方々のご意見をいただいた上で、今般ですね、あのこういうものが必要だと言われる方もおられます。え今回こういう形で提出をさせていただきます。あの結果的にこれから委員会でしっかりと与野党で御審議をいただく中において最終的にですね、法案の成立を見させていただく。 もありがたいといいとううふうに思います内閣総理大臣、菅義偉君私は直接は伺ってませんけれども、分科会で岡部先生がそう,いうそういう発言、そういう考え方であるということは承知しておりました宮本徹君、ぜひ直接ですね、しっかり岡部先生の話聞いてください。せっかく総理ご自身が 内閣参与に任命されたわけですよ提言いただきたい、信頼できると思ったから、総理も任命されたと思うんですよね、この間、私もさっきりも言いましたけど、専門家の分科会の皆さん言ったことが遅れてしまったから、実践が遅れてしまったから、こうした医療現場が大変な事態になるところまで感染が広がったわけですから、失敗を繰り返さないためには、私は専門家の皆さんの意見をしっかり聞くことだと思います。聞いていてただけますか岡部先生に 内閣総理大臣、菅義偉君私は今回の緊急事態宣言を判断する際も、当然、専門家の委員の皆さんからお話を伺っています、さらにいろんな方からお話を伺った中で、最善のこれを選択しなければ、多くの国民の皆さんにいろんなご迷惑をおかけしますので、緊急事態を宣言するについては、 多くの皆さんにそううしたた話を伺っとということも事実です。それと、罰則については、そうした議論がある、そういう考え方であるということは承知しておりますし、それと現場を預かる知事会の人たちが、この保健所の中でですね、さっき保健所の話されましたけれども、保健所所管てするのはこれ、知事なんですけれども、知事から、 そこは現場で効果を上げるためにも、少ししてほしいという提言がいただいてもらっていることも事実です宮本徹君あの。岡部先生の話を聞こうともされないと、知事が現場預かっていると言ってますけれども、現場中の現場は保健所なんですよ、保健所長の皆さんも知事会が賛成しているから、大変声は上げづらい状況があっても、それでも批判の声がです、ね、たくさん。 上ががっているのが現状であります3つ目、保健所は今、感染者急増で過労死ラインを超えて働いても、自宅療養者の健康観察も濃厚接触者の調査も追いつかない、こういう中で,です、ね、罰則を入れれば、警察に情報を提供して捜査の協力までしなければなりません、接触者について教えてくれない人の中には、政府の高官や政治家、メディアの記者などいらっしゃいます。自自分分の感染者にについててては自分からら話し検査を受けてもらうこうこ言って保健所に 個人情報を明かさない,と聞い,ておりますいちいち調査拒否に当たるかどうかを検討して、関係者と調整し、警察に情報を提供し、調書も作ると。こんなことをやってたらですね、保健所がやるべき貿易業務が滞ると、こういう悲鳴の声が現場から上がってるんですよ。こういう声こそですね、私はしっかり聞かなきゃいけないと思いますよ。 そういう声を総理、丁寧にぜひ聞かれませんか、いや、総理,総理ご自身私、私も、いや、もういいんですよ、これもう,もう、もう田村さんが、田村さんが、総理は、総理自身、もう聞いたほうがいいかな、私はたくさん聞いたから、総理の代わりに聞いたから言ってるんですよ、なんで私が総理の代わりに岡部さんの意見までここで伝えなきゃいけないの、総理が聞かなきゃいけない話を私は一生懸命、代わりに聞いてるわけですよ。ちゃんと現場の 皆さんの声聞いた方がいいいいんじゃないですかはい、ただいまの質問に対して、内閣総理大臣菅義偉君、これは、いろんな方からご意見を伺いますけど私でできない部分は担当大臣、法案提出大臣がいますから、大臣のどこで整理をさせた中で、大臣から私、聞く場合もありますし、また直接、専門家とかいろんな方からも聞く場合もありますし。 今回がそういう意味で、分科会のそういう中のいろんな意見というものを聞いているてことです宮本徹君。あの、自らが罰則を入れるんだということを先頭に立っておっしゃっておりながら、自らその是非について、専門家の皆さんの意見をしっかり聞こうともしない、現場の意見も聞こうともしない、大変がっかりですよ。総理、ね、このの感染情報ができた経過というのは当然 ご存じだと思います我が国は感染症対策で大きな過ちを犯した歴史があります。ハンセン病患者を強制隔離し、著しい人権侵害を行って、社会に差別と偏見を広げました。エイズ患者への差別も生みました。感染症法はその歴史への反省の中、1998年に生まれた法律であります。患者の人権を尊重し 人権制限は必要を最小限にする。国民の協力と良質な医療の提供で感染症のまん延を防止しようという方向に転換したのが、この感染症法であります。この理念を明確にするために、当時、この衆議院で政府の法案を修正しているんですね。前文を設けました。その中に歴史の教訓を生かすこと、そして人権の尊重ということを書き込んでいったわけですよ。総理は この法律ができた経過ご存知ですよね内閣総理大臣、菅義偉君そうた。そうしたことがあったということは、そこは承知しています宮本徹君。承知されていて、なぜこういう罰則を設けられるのかと、罰則を設けるというのは、結局、患者を犯罪者予備軍扱いするということになるわけです、時代逆行ですよ。 患者へのの差別とというう偏見を助長することにつながるここうにうがが声たくさん上がっておりますやっぱりそういう危惧の声をですね、しっかり私は受け止めなきゃいけないと思います。さらに文化会の岡部内閣さんやはこうおっしゃっておられます。感染症対策で自由を宣言するかどうかは、本来なら平常時、頭が冷静なときに考えなければいけないことだ。個人の自由を制限する法律は、 一度決まれば、改正されない限り、いつまでも生きる、大変懸念をされておられます。こうした公衆衛生の現場の声にしっかり耳を傾けて、罰則は撤回すべきじゃありませんか厚生労働大臣、田村君あの個人の権利を制限するものでありますから、そこは慎重にやはり、 対応してていいかななならないと考えております、まあ、正当な理由というものが一つあるわけでございまして、あのそこに関しても、まあ、どのようなものであるかということも、順次示していかなきゃいけないというふうにも思っております。いずれにいたしましても、あの今般の感染拡大の中において、どのような法律が必要であるかということを念頭に、今国会提出をさせていただいておりますが、あのまあこれから委員会で議論をしていただくわけでございますから、与野党で活発なご議論いただきたいというふうに思います。 宮本徹君現場からは異論が続出しております。最後に、感染拡大防止に実効性を持たせる上でも、この点でも保障が大事だと思うんですね。保健所の皆さんに聞きますと、ホテル療や自宅待機のお願いをしても、仕事が困る、収入がなくなると困ると説得に苦労することが多くあるということでございます。具体的に提案したいと思いますが、一つは個人事業主、フリーランスには、 有給の防疫休暇も傷病手当の制度もありません。国民健康保険の傷病手当の制度を個人事業主らにも設けるべきではないのか。また、濃厚接触者の場合は、これは何の保障もありません。自宅待機となった非正規の方が会社から何の保障もないと、こういう相談も私たちのところにずいぶん寄せられます。濃厚接触者の自宅待機にあたっても、こうした所得の保障制度、設けるべきじゃありませんか。 厚生労働大臣、田村教一君あの。基本的にですねあの、まあこれ 事業者の方々も含めて医療費等々は、まあ、患者になられれば、これはですべ、ね、て対応するという形になって、まあ、一定の所得があれば別でありますけれども、こういう形になっております。それからまあ濃厚接触者の方々に関してはです、ね、あのそれぞれのお立場、あられるというふうに思いますけれども、あの例えばまあ緊急告知資金でありますとか、住居確保資金、こういうものも3度目住居、ごめんなさい、住居確保資金は新たに2回目が申請できるようにということにいたしますので、そういう形の中で対応いただきたいというふうに思っております。 の時,間時間なので終わります,りますけれども、感染拡大防止に不可欠な補償を行わずに、個人に責任を押し付けるというのは許されないですよ、法案からの罰則の削除を求めて質問を終わりますこれにて、笠井君、宮本君の質疑は終了いたしました。次に